ヨガ行って。神。出た出た、サケル。神だ、神。神、神たける。神たける。違います。天才だろ、マジ。さあ、絶対初見さんが来てもタケルンとか言っちゃダメだよ。ほら、わかった。神様、神さん、約束。はい、わかりました。昭和生まれの平均的なサラリーマン、安倍レイジ、平均。社会の荒波の中、前向きに生きるドラマ。そうなんだ。3秒以内なら言っていいんじゃない？神との約束、これ絶対だよ。わかった。ラジオドラマよ。めちゃくちゃ長寿番組。そうなんだ。へえ。全然わかんない。失礼かって。失礼か。ごめんなさい。ニートはどんなテレビ見るの？テレビをまず見ないんだよね。押すなよ。押すなよ。絶対押すなよ。と同じやつ。どんな本読むの？解決ゾロリ？解決ゾロリは読まないよ。特になんか、これ読むってやつじゃないんだけどね。アイドルは、カオタン以外知ってる？知ってるっちゃ知ってるけど、知らないっちゃ知らないな。ハリポタ？いやー、ハリポタも全然見ない。なんか、みんなが知らないやつばっかりだね。神様絶対知らないと思うよ。六法全書。絶対違うな。月刊ムーとか。いやいやいや、違う違う違う。こんばんは、こんばんは。今でも解決ゾロリ、図書室に置いてあるの？お、あるよ、普通に。若い。そう、ありがとうございます。神全然、仲良しとか、ちゃんとか読むぞ。マジか、神。神やな。ニートからうなぎ犬になったの。いや、違う。この耳つけてるからうなぎ犬だ。だけだけ。しかも、ニートじゃないんだって。小学生で48。小学生は割といるよね。割といるね。またちょっと忙しいから、また落として、ほんとありがとね。
いるんだ。好きな少女漫画ありますか？少女漫画？なんだろうな。スキップビートとかかな。知ってるかな？知らないかもしれないな。ひよこいとか面白いぞ、神のおすすめ。わ かった。あー、ぜひが。あ、待って。はい、オッケー。何それ、もう一回言って調べるわ。何歳からなの、オーディションって。5年生の11歳、21歳だっけ？10歳からです。って言ってました。何それもう一回見て調べるわ。スキップビートです。花の千春でキュンキュンしたのはここだけの話？ すごいって。ね。花の千春と。調べよう。小学生の時代。おお。今が何時のオーディションなの？今、この、これ、今が2時終わって3時との間の期間。あ、ガキっていうのがダメだったわけね。小学生の時代が来たか。青ハライドを男一人で簡単に見に行ったのが懐かしい。おまけなのか。まあ、そんなものだね。ゴッドの神推しは、とんがり帽子のアトリエ。とんがり帽子のアトリエ。ああ、ゴッドの神推しって。うわ、もう56分だ。まあ、とりあえず、男女読みでもしていきますか。え？神って10回言って。神、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 はい。さすがにゴッドの神推しは 字を書くのは？ペン。これで手とか言われたら笑うよ。とりあえず、男女読みしていくね。人、采配。わかったわかった。もうわかったよ。1位、おたべんさん、2位、松本さん、3位、まのさん、4位、まーけんさん、6位、真剣ボール、5位、真剣ボールさん、6位、もつらさん、力、7位、みらじさん、8位、キャドルンさん、9位、スノーマンさん、10位、ミニキーさん、GG、サムリンさん、神々じゃね。12位、洋介さん、13位、チョロさん、ありがとうございました。まあ、あと3分あるんですけどね。神々。
と、字を書くのが人らしい。なるほど。6時から、次は6時から、